続いては、はい、2000年代初頭の下北沢ライブハウスのシーンについてちょっと伺いたいと思ってるんですけれども、はいはいはい、でその頃のライブハウスの、うんはいまあ、ムードというか、うんうんうん、熱量とか、はいはい、どんな感じでした？まあ、ジャンルとしては、うん、もういわゆるギターポップとか、はいはい、パワーポップと言われているジャンルがあって、うん、そういうバンドがものすごく盛り上がってる時代だったかな。とにかくいろんなバンドがいて、うん、パンクっぽいバンドももちろんいたけれど、うん、それよりも下北っていうのは邦楽ロックっぽい、うん、今の本当に今思えば邦楽ロックシーンの人たちみたいな音楽がいっぱいあったと思います、ねうんうんうん、下北系ギターロックっていう、はいはいはいまあ、くくりっていうのが2000年代初頭結構目にも耳にもしてた言葉 で、うんうんうん、で実際僕もその2002年から下北に出て行った、うんうんうんね、わけじゃないですか。その、ね、そうアシッドマンは、うん違います僕らはもう下北ロックっていうのは結構明確に俺らがそうだとは思ってなかったけど思ってないし、うん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 、下北ロックなんて言うんじゃねえよと思ってた側なんだけど明確にあったね下北の空気っていうのは、はいはいはい、そういう人たちはめちゃくちゃ盛り上がってで俺らはあんま、まあ、中途半端な盛り上がりみたいな、うん、なんでああいうのが流行るんだろうなみたいな、はいはいはい、俺らはなんかねやっぱりいろんな音楽をやってたので、うん、当時から自分らのジャンルがわからないっていうくくられないっていうかほう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 もうなんて言うんだろう今らはそんな曲やってないけど、うん、レイジみたいな曲もやってたりとかあそうなんす、ね、急にバラードやってたりとかはだかもうぐじゃぐじゃなんのははなんかその全然定まんないようなスタイルだったんで、うん、みんな捉えられなかった、うん、俺らのこととにかく流行ってるものを追っかけたくないっていう斜めの発想がずっとあったんで基本的に多かったのはギターをかなり歪ませてでパワーコードでまあ3コードでずっと続きながら美しいメロディーをシンプルに歌うっていうバンドが多くてでお客さんいっぱいも入っててまあ言うても100人200人のキャパの話なんだけどそこでやっかみも含め斜めから見てなんそんなんそりゃ流行るよこびやがってみたいなあのなんていうのかなもう今思えば斜めから見てた、うん、あの発想でやってたと思う。でブランディングとしては、うん、もういろいろ悩んだんだけど、うん、もう3人という制限がある以上、うん、あの歌っている内容は一つに決めて、うん、あとは全部やろうっていうのを決めたんだ僕の中で、うん、もうジャンルを決めると後々苦しくなるから、はいはいまあ、ラップはでもできないから、はいはい、ヒップホップ以外のジャンルは全部やろうっていうふうに決めてやってた、うん、なるほどね、うん、あだからそのアシッドマンの曲にはもういろんな要素あるなってそういろんなのをごちゃ混ぜにしている感じあなるほどねかなり周りと違いましたよねそういうのとアシッドマン、うんうん、俺はかなり違ったですよね、うん、でもそのだけど打ち上げは毎回やるから、うん、みんなにいいやつって言われてたそうそうその音楽的な、差別化はしっかりしていたけど裏ではもうちゃんと最高でしたってまあその横のつながりみたいなのっていうのは結構あったんですか当時から、うんうん、いやでも一緒によく対バンしてたのが、うん、今でいうとアートスクールとか、うん、アート、ね、あのアートスクールは、まあ、今ストレイってなにの、うん、あの後から入った2人は元アートスクールだったので、うん ね、そのアートスクールとずっとやってたしで、うん、テナーは下北ではないけど、うん、違うところでしょっちゅう対バンしてたんで、うん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 、その辺が一番あとバンドアパートとかあ、はいはいはいうん、その辺がつながってた仲間ですね今でもやってるバンドとしては、そのアシッドマンがじゃあその周りと、うんまあ、音楽的には差別化していきながら、うんうん、いろんな人たちと、まあ、イベントとかで対バンで行ったりしながら、はいはい、アシッドマンがだんだんこう動員を伸ばしていったきっかけとかっていうのは、はい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 、もう僕ら圧倒的にメジャーデビュー、あ、そう。メジャーのタイミングで。メジャーのタイミングで、なんだろう、自分たちでもやっぱり200人ぐらいしかワンマンでやっても、まあ、初めてのワンマンが下北のガレージで、うんうんうんまあ、それが一番今でも一番思い出に残っているんだけど、うん、でもそれ以上広がっていくっていう空気は作れてなくて、でもそれちょっと後ろの世代の僕からするとそれもすごいことなんですよ、ねはいはい、あまあね確かにね、うんうん、アシッドマンが一番早かったでしたっけメジャーデビューその中ではそうかも、うん、そうですよねテナがちょっと後でゴッチもその後かなそうですよね、うん、じゃあそのやっぱアシッドマンがもうすごいからもうメジャーに先行っちゃったっていう印象なんですけどでもアシッド的には、うんまあ、もう今ちょっと頭打ちになってるなみたいなのもあったそうだあと遅咲きだと思ってるかな25かなんかでデビューだから当時ねいっぱいもうデビューしててほうほうほう、うん、俺らはあんまり
拾われなかったみたいな感じの、あ、そうですか、シーンに入れない、ずっとはみ出し物って居場所がないっていうのはずっと思ってて、あ、そういうのあったね、そうそうそう、だから今残ってているそのテナーとかアジカンとか、うん、その辺からすると早いって思われるかもしれないけど、うん、俺の中では遅いっていうか、でさらにメジャーデビューを目指してなくて、ほうほうほう、うん、音楽で、生計を立てるってことは明確に決めてたんだけど、うん、メジャーなんか絶対入るかっていう風に、うん、そこは尖ってた、もう中指立ってて、うん、メジャーと名のつくもの人たち全員にらんでて音楽を食い物しやがってみたいなずっとそこで、だけどなぜ EMI かっていうと、うん、それ今でもディレクターやってもらってる、うん、あの山口さんという方と、はいはい、出会うことができて、はいはい、その人の人となりで初めてメジャーへの誤解が解けて、あ、メジャーっていうシーンにも音楽をシンプルに、届けようとする人がいてくれるんだってことで、そこで またそこで人で選んでそこで契約する、うんうん、まあ、売れることって大事なんだけど、うん、でもお金を儲けるためだけのバンドにさせられるのがメジャーだっていう変な誤解があったので、うん、だから山口さんにも偉そうに、当時の若い20代でもまだ何者でもない俺なのに、山口さんつって、うん、僕らの音楽に一言でもなんか文句言ったらすぐやめますからねそれでもいいなら契約しますとか、すげー偉そうに言ってましたねでもまあ実際言われること、うん、言われることも全然ないし、むしろ山口さんもむしろそういう音楽だから僕らはやりたいんで一緒にって言ってくれて、だから本当にこの人と一緒にやりたいなっていうのがきっかけですね。それで一気にいろんな戦略もあり、世の中の人に知ってもらえたって感じですね。その後やっぱシットマンがいなくなったというか、まあ、全国区になった後の下北沢に、まあ、ちょうど入れ違いで出ていった僕らはその下北沢で冬を、あ、本当長い冬がそうだったんだ。いや実は下北には冬があったんだ。そうなんですよ。まあ、その後もう本当年一ぐらいの、うんうん、期間で、うん、あのアジカンもメジャーデビューし、うん、まあ、富士とか、まあ、テナーとかもアートとかもみんないなくなった結果、やっぱライブハウスの何ですかね、勢いというか、さすがにピークは超えていて、そこからあの何にもしなくても、うん、ライブハウスファンの人ってたくさんいませんでした？いたいたいた当時いた。その人たちいなくなった。あ、そうなんだ。俺はイメージ違ったわ。もっと盛り上がってるイメージだった。違う。あ、そうなんです。そうなんです。ね、で僕はその最後にその名残を見ちゃってるんで、あの人たちどこ行ったんだろうがその後失われていく一方なんだね。そうなんだ。喪失感だ。そうなんです。結構違いますね。うん、同じ下北沢だし、同じガレージでも見てる景色が、うん。そうだね。場所が違うから全部。見てる角度も違えば、まあ、羅生門みたいなもんで、それぞれの ね、違うんだね、世界がね。当時下北沢で印象的だったバンドの楽曲を、はいはい、そう、これで下北に何でしようかって言ったきっかけにもあったミッシェルガンエレファントの世界の終わりという曲なんで、まあ、この曲だけではないんだけど、はい、ミッシェルガンエレファントを知ったのが、まあ、このアルバムの1曲目のトカゲっていう曲なんだけど、はいはいはい、それですっごいハマってガツンってきて、どうやら下北の屋根裏っていうライブハウスがあるらしいと、うん、そうですよね、屋根裏出身の、ね、でその屋根裏の文字を千葉さんが書いたらしいと、うんうんうん、でそれを見に行こうみたいな感じで、うんうん、ガレージも含め下北にもデモテープを送ったっていう、はい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 、でまあ初めてやったのは多分ね、下北は屋根裏の、屋根裏が最初なんですね。確かうっすらな記憶、一番最初は屋根裏だった気がするんで、プロレス入場なんですよね。そうそうそう、入ってくる間ねお客さんと